こんにちは、東京農工大学の畠山雄二です。NHK のラジオ講座を担当したり本を書いたりいろいろやっていますが、今回はこの J ムーク講座に挑戦です。この講座では日本国憲法の英語版、安倍談話の英語版、さらにスティーブ・ジョブズのスピーチを見ながら、そこに込められた話し手の思いを、解き明かしていきます。この機会に英語の細やかな表現について学んでみませんか。本講座は4週で構成されております。多彩な例を通してちょっとした言い回しや言葉の選び方から、言外に意味されるところを学んでいきましょう。また、言語の本質に関するお話もします。より深い英語理解への一歩となればと思います。では本講座でお会いしましょう。